岸田総理大臣は間もなくアメリカに到着します今回の訪米は2015年の安倍元総理以来9年ぶりとなる国賓待遇での公式訪問で10日に日米首脳会談を行うほか11日にはアメリカ議会で演説する予定ですまたトヨタやホンダの現地工場も視察します11月に行われる大統,大統領選挙も見据え 日本がアメリカ経済に貢献している姿を発信することでさらなる関係強化の重要性を示したい考えです。